初めまましして中西康裕と申します今回初めてあの YouTube に動画をアップするということで今天国書などですね中国の文化に関していろいろとあの動画を作ろうという話になりましてねで初めて何をやろうかなと思ったら一番 もう日本国全員がもう学校でも習うというもう誰でも知ってるものからやっぱりやった方が一番ねみんなも皆さんもね親近感が持たれるということでですねこの大体約今から2000年前の金印この一番有名な漢の名の和の国王という金印をねこれをお話ししてみようということで始めていこうということになりました。 でところでですね、この金印というのが現物のその印自体のそのものの形というのはまあよく知られているでも天国においてはよくこの画面の左下の赤で出ているようなこのな陰影とか陰の影って書くんですけどね印帝という、まあ、言ってみれば平たく言えば主肉の主肉に印を押してで紙に押したもの でそれがよくあの天国の世界ではあのみんなこれをよく見たり研究したりするんですけどもね実はこの上にあるこの本物の陰面といいますか陰の面でこの表面の状態がどうなってるかというこの拡大写真とそれとあとは右側にある2つこれは中といいますけどねこの中の形でそれすべてですね見て全体を見て 1一つの院としての鑑賞ができるということで今トップの4個の,あの画面に画像が出ておりますというお話でまず今今日からお話ししようと思うのは1つ目この院にはですねもうね江戸時代ぐらいに発見とされてからもしくはその世の中に出たと。 で発見という言葉を今使いたくなかったのはもともと知られてたものが出たと出動したというわけではなくてもともと知られてたものが学者があのこういうものがあるというものを出したという説が2つあって、まあ、考古学的に発掘されたものではないので今のような話したんですけどもこの院自体がですねそういう発見の経緯からですねちょっと怪しいんじゃないかという疑う人たちがいて。 でその疑う人たちは、これは偽物だと。江戸時代に誰かが作ったんじゃないかと。こんなす珍しいようなものがです、ね、いきなり出てくるわけないだろうというような人もいるわけで。でそういった場合にはです、ね、鑑定しなければいけないんですね。でその鑑定をするときに何をポイントとして見るのかというのをです、ね、全部実際、この委員を鑑賞しながら話していこうという心積もりでおります。今お話しした中で、 2つ左側に陰面と陰影がありますということです。で、これはですね、漢の時代には紙というのがまだ発明されてから全然経ってない頃で、紙という,ふうに使ってたわけではないと。実はこの陰というのは今、天国をみんな勉強する人たちはみんな紙に押すから、もう陰影ということで、この赤い、押したときの跡ですね、それを議論するんですけども、実はですね、紙。 がなかった時代にどういうふうにインが使われてたのかということを説明しようと思います。それで、この新しいですね、ドライドの中に、右側にあるものがですね、この剣という道具があって、実はこのインというのは、この一番右側の下にある、この竹でできたですね、籠なんですけどもね、でこの竹のかごの中央部分に縄があって、十字の交差したところに、 ち,ちっちゃいものが置いてあると。それを拡大したものが一番上のこの剣という道具で。これは荷物をですね、封するわけです。開けられないように輸送中に中身を解散されない。もしくは文章をですね、当時は筆管というですね、言ってみれば長い木の木や竹のですね、板にですね、文字を書いたと。紙がなかったわけです。で、その板を紐で言わえて、それで並べたと。 でまあ「札」という1冊2冊という本を数えるときに1冊2冊という冊という漢字がありますけどあの札の漢字の形通りですね縦のところに4本あるのはあれは窒感を意味していて横の2本書きますねあ失礼しました1本でした1本あれはね紐を意味していたと荷物を封をするときにこの剣という道具あの木でできたあの板その中に縄が 交差されて入って、その交差した真ん中に粘土を置いて、で、その上に先ほどの金印なり、銅陰なり、玉印なり、金や銅や玉でできたですね、印をグッと押して、後をつけるわけですね。それは誰が封をしたかっていうのがわかるようにですね。だから文字が書いてあるんですけどね。で、左側にあるように、これはまあ戦国時代の一番上の古字というんですけどね、この、この文字は字というのを、まあ、 後の時代になった時に「陰」っていう言葉になったんですけどもね。で、この差し場という差しば文句信じと書いてある。で、この人が押したということが証明されて、で、この真ん中の画像は3つともですけども、縄の跡がちゃんと残ってて。で、一番左が陰面を押し当てた跡ですよね。で、それで一番右のこれがその陰面の。 押し上げた部分の拓本といって,言ってあの紙を貼って上からポンポンって叩いて模様を出すようなやり方ですよね。それで作られています。ということそれで真ん中はこれは少し後の時代で真の時代あの始皇帝の時代かもしくは偽皇帝の時代始皇帝の子供の皇帝の時代の皇帝真治ということで結構これは珍しいあの筆、非常に格の高い人の押したもの格の高いとかが一番上の人ですね。 押したもので,でこの一番下がこれが今我々が今話そうとしている菅野なの和の国語と同じ時代のまあこれは前漢ぐらいかなと思うあので少しあの前になると思うんですけどもあのこれも何て言いますかねほぼ同時代の風伝ででこういった形で印をですね あのー、使われてたということだから先ほどの、あのー、ようにですね今戻りますねこういった印の,の表面はあのー、へっこんでるとそ,その中に泥が入ってくるから粘土が入ってくるからあのこういった白文というんですけどもねこの、あのー、文字が白いわけですねこれにはあの意味があって先ほどみたいにこういう押すっていう紙の上に押すというね あの意図は、ね、全くなかったんですね,元々ねですからこういった形になっているということでですからもう一個大切なことというのは我々が例えばこういうものを模刻というんですけどねこういう古い印をあの石の上にですねあのもう一回これをあのレプリカを作る簡単な言い方すれば同じようにできればですねそういう学び方があるんですけどもこういった時にはこの。 線の中というのが非常に浅く掘ったとしても、印面が深,ご深がろうが浅がろうが、押したときにはまあそれは出ませんけれども、実際当時の印というのは、かなりこれ、あの真ん中の線というのは通ってて、きちっと通ってて、深く掘られていると、それはやっぱり泥がちゃんと粘土が中に入って、文字が浮き出るようにですね作られているということが、まず一つ大事なことになりますね。質問をしてもいいですかはい えっと、さっきの、はいえとなんだっけ、えっ、ー、と、剣。剣、剣。剣っていうのは、えっ、ー、と、疾患、はいえー、を入れるって言ってましたけど、はいはい。えっと、実患、えー、を入れて何をするものですか、えー、と輸送をするものですかそれとも保管をするす。つまり、つまり、ここの、あのー、そうだね、もうちょっとそこは詳しく話した方がいいね。この ペンという道具はですね、あのー、この漢字でここに書いてありますけれども、この中に痴漢、あのー、や木のもしくはです当時は白といって、絹に書いた、あのーまあ、紙と同じような使い方できますけどね、そういった、あのー、封をしたい文章を中に入れて、この上に蓋をして、あのー、祝えて、もしくはこういった、あのー 氷って言いましたけど、この竹,の竹とか塔とかで編まれたですね籠の籠、あのー、そのものが開けられないようにそこに祝いつけてここの真ん中のところで封をしてしまうと。ここだけにただ泥を入れてあのー、なんて言いますか封をしちゃうと壊れちゃいますね輸送中にね。だからこういった、あのー、こういった木のですね、あのー 硬い道具で、あの、筆自体がきちっと保たれるように使われたということです。あの、質問も僕もしていい?。はい、どうぞどうぞ。あの、で、それは、えっ、ー、と、公文書。えら、ー、い人が、えっ、ー、と、郵送するために使ったのか、それとも割と私的な、えっ、ー、と、個人間の、えっ、ー、と、郵送。お手紙とかも。大丈夫ですか?。あのね、これはね、いん、委員をね、調べると分かんないけどね、今、私たちが話しているのは。この東莞会員。莞。 官公務員、管理。あの公務員の委員なんだけども、死因というのもありますね。あのー、長何とかとか、王何とかとか、個人名の委員もあるんですよ。だから、あのー、私的にも、公的にも、あのー、この封のやり方は、委員を使って、官員と死因と言いますけども、私の委員か官、あのー、官職の名がついた委員かと。 ということであの両方使われましたでかなり戦国時代は結構あのまあ肝炎が多かったけれども死因、まあ、はないわけで死因も結構ありましたけれどもでやっぱりもう診や肝ぐらいの時代になるとかなりのもう一般の人たちもみんなこの方法で封をするのでかなりの数の死因も見つかってます。 疾患自体は、私ごとにも使われましたこれはあの説明は難しいとあの、使われたかどうかあの。だけれども、私が知る限りにおいては、戦国時代の疾患というのは、ね、ほとんど残ってないんですよ。あのお墓に入れられたちょっとしたねあのあの、なんていうんですか。 あのお墓に入れてたたたまたま残残ったものしか残ないだけれども、まあ、まず間違いなくあの個人的な文章も使われてたっていうのはもう少し後の今我々が話してるこの「漢の和の国王」の時代の五冠、えー、中国でいうと東冠もしくは全冠ぐらいでもあのかなりの頓光とかあの語尾砂漠とかもうあっちの乾燥した方で。 漢の時代はあそこまで勢力行ってあそこから兵士が直接実家に送ろうとした文書とかそのぐらいのものもあの個人名であの個人宛に出したようなあの木漢とか痴漢も痴漢はまああそこは出てないかでも木漢が結構もしくは黙徳っていうんですけどねあの個人の名刺なんかもあの作って黙徳,徳というあの名刺カードみたいなものもあったからだからあの結構 もう真より後になるともう相当な数の人が文字を読み書きして管理だったら個人的にもって言っても識字率はどの程度か分かりませんけれどもあのかなり特権階級あの管理とか教養ある人間しか文字は書けなかったと思うけれどもでも私的にも使われましたそしてあのこの印を見るときにこの中の あの様子とといいいううものは面白いということで,ですねこの中というのが非常に大事であるというのはこの,あのつまみの部分かと思いきやですね全てもう勘ぐらいの時代になりますともう全て制度上はっきりあの文,章にあ文章といいますか歴史書にも師匠にもです、ね、あのこのぐらいのクラスの人だったらこのぐらいの宙を使いなさいとかこの材質で 院を作りなさいっていうのがもう全て規定されてましたのでこの中が大事になってくるとでこの漢の7の和の国王に関してのこの中は打中といって蛇の形してますこれ頭って蛇ですよね徳マイ間ね蛇の形してるとところがですね次のページに行きますけれども この宙を,を見たときに非常に面白い点があって、もともとこの宙はですねあの、こういったですね、あのー、ラクダのような、<laughs> ラクダ宙もしくはダチュウというんですけどね、ラクダの形をした宙があって、このラクダの宙の頭をですねちょんぎって落としてですね、こっちで見れば分かるけど、もうこっちは頭をちょんぎてギロチンして、で、この下の部分とこの形というのが、 非常によく似てるわけなんですだからもともとこの、あのー、院はですね、あのー、ラクダ宙で作ってたものを改造して作ったんじゃないかという説があってそ真ん中の空いてるこの穴の感じも同じだということで私はこれは見,見つけてきたのは高級博物院にある、あのー、強度というですねかもしくはウガンって書いてあるウガンと強度っていうのは ほとんどカンから見たら同じ民族で西域の方にいた民族だから結局遊牧民族だからラクダ宙とかそういった宙で作った。で南の方のあのー、もう一個天王の院っていうのも、ま、最近発掘されていて、ま、それは今今日は出してませんけどもそれもやっぱりですねとぐろを生また蛇で,で。そっちはあのー 結構ね、イン,インの,その全体にとぐろ巻いてるんですけど明らかにこの蛇っていうのはちょっとねあの違和感があるというのはやっぱりこのラクダチュウをです、ね、改造して作っちゃったと何かしらの理由でもともとラクダチュウを作ろうとしたものをうわ必要だということで一気にですねもう早く作れってことで,ですねあの改造しちゃったのか知りませんけれどもそういった。 形で頭をこしらえてですね、ヘビー、ヘビーらしいですね、このまだら模様を付け加えて、それでヘビーらしく仕上げたものだということなんですで。これがすごい大事なことは、もし会員、この金印を、会員をですね、あのー、偽造しようとしたときには、こんな発想では偽造は、ね、普通しませんと、あのー、もっと、 何らかの宙で蛇の宙で作るんだったら蛇の形で作っちゃったはずだけれども落弾の宙があってしかもその落弾の宙の形にほとんど同じような形でここまで偽造するっていうのは当時のですねやっぱり300年200年300年前の,あの知られてたその知識ではほとんど難しいということでこの宙の観点から言ってもあのー、この金易いうのあは本当はに。 あの現物に本物だということを支持していると言えるわけですね。それともう一つは大事なことはこの一辺の長さっていうのが大体これ 23mm23mm で一番最初のスライドに書いておきましたけれども大体この一辺の長さというのは当時の漢の時代の,あの実は全漢日本でいうと全漢中国でいうと西の漢って書き,書きますけれども全漢と金、まあ あ失礼しました芯を挟んでこの金印が作られた、あのー、五感その辺りからはですね芯からあとは大体23ミリメートルぐらいが一尺だったと大体この印というのはちゃんともう規定があってこの23ミリということでこれも全部ほとんど一緒に作られてるということでそれの面から言ってもこの印はあの本物だという,いうの矛盾がないと。 いいううこことととが言えるということですもう大体今、うん、お話ししたことがすべてあのこのンの形自体についてのお話が終わりになりますね。質問はいえっとヘビの形にしたというのは、はい、その例えば一つの観点としてその日本にはラクダがいなかったとだからそういう日本はの国 の、えっと、人に渡すものとしてあえてラクダでない動物を選んだという可能性とか,あ,かああそれ喋ってなかったねこのチュに関してあのなぜじゃあ最近の方がですねあのラクダチュでそれで南やそのまあ当時は今の日本はまあ中国から見て左にあ東にありますけれどもその あの方向によってそのかたどれたその動物なりあのそう宙の形がですね異なるというのはやはりやっぱり中華湿度っていうのがあってあの北的南蛮遠い聖獣、えー、ということがあってその時には南蛮遠いはこういった、うん、やっぱり熱帯地域ですよねだからやっぱり非常に湿度が高くてこういうヘビとか。 こういったものが非常にあのいっぱい生息していたということでそういった象徴的にあのその民族を表す象徴的なものとしてあの選ばれたんだろうしその西とか北の方っていうのはこの右岸とかウガンと郷土っていった民族はやっぱり遊牧民族だったからラクダであるとかあと羊であるとか。 そういったもので作られたというあのー、ことが考えられますね。あのー、今回の動画では一つ目封でという概念ですね。当時インは紙に押されてたわけではなくて、あのー、荷物を封するもしくは文章をあのー、封函するためのあのー 粘土の上に押されたというそういった使われ方をしたということそれもう一つは宙の,の形の方この宙というのは漢の,の和の国王というこの金印はの蛇の打中で使われているとそしてもう一つあの西の方の郷土や右岸にあたられたあのという民族にあたられた印はこういったようなあのラクダとか。 そういった遊牧民族を思わせるような宙があったとその2つは大きくお伝えできたと思います。そしてあの院の中にはもちろん当時漢王朝の中でよく使われた院というものもあってでその院とこの漢の名の和の国王の院同じような金印があの最近はたくさん発掘されているわけですけどもその中で一番 この時代的にも近いあの金という材質も近いものをですね見ていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。でこれからですね今回もちょっと初めてだったんでうまくしゃべれているかどうか分かりませんけれども、まあ、いつもこんな感じですけどねあの皆さんにそのお伝えするということなかなかこれ難しいことで。 あの友達に話してるようなねしゃべり方してるかもしれませんけれどもでもこういった院なんかっていうのはなかなかねあのザックバランに話せる機会というのがねなかなか少ないということで楽しくまあ見ていただければと思います。で今後ともですね非常に興味を持った院とか書とかそういったもしくはさらに文化とか。 言語とかさまざまなものに関して興味持ったことをシェアしておしゃべりしたいとこういった気軽な感じでおしゃべりしたいと思いますので、あのー、今後ともお願いしますということで、あのー、動画の下の方にですね、あのー、このチャンネルを登録するとかいいねっていうボタンがあるということですからもしよろしければ押していただけると非常に今後ともあの熱意を持って話しますので。 あのよろしくお願いいたします。今回ご静聴いただきありがとうございました。